ポールスタンド本体のしっかりと固定する方法を紹介します。まずはじめに袋から取り出した状態でこちらのカバーを取ってください。ホールドユニットをホールドツールを使ってオープンします。一番上まで上げた状態にしてください。この状態ですると中のポールが伸びてきます。この時ホールドユニットは動かないように注意してください。で、天井と床にしっかり設置している状態の確認が取れたら、ホールドレバーを使ってホールドユニットを固定します。しっかりと固定がされるとポールは動きません。ポールの中のバーを伸ばすときにホールドユニットが動いてしまった場合、例えば締めたまま伸ばしてしまったりとか、開けてたはずなんだけどちょっと引っかかってしまって中のポールごと出てしまったりした場合は、ホールドユニットをこのまま下げて、一番下げてもう一度ポールの中に戻してください。でこの状態にしたらホールドユニットを半開きにして、さらにこれを下まで下げます。ホールドユニットが出てしまったらその閉じた状態で一旦中まで戻して、半開きの状態でポールごと中に押し込みます。中まで戻ったらもう一度開けてポールを伸ばしてください。この状態でレバーを下げます。